マシュー・アール・ウィスラーは、アメリカが衆国をイオ州、ウィリアムズ・グン・ブライアン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。MLB のタンパベレーズ所属。2011年の MLB ドラフト7巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・パドレスで、プロデビューして1試合に登板したが、1試も取れず、防御率は無限大となった。 2012年は A 級フォートウェイインティンキャップスでプレーし、24試合に登板して5勝4敗、防御率2.53、113奪三振を記録した。2013年は A 級レイクエルシノアストームと AA 級サンアントニオミッションズでプレーし、2球団合計で28試合に先発登板して10勝6敗、防御率2.78。 131奪三振を記録した。2014年はメジャーのスプリングトレーニングに招待された。シーズンでは AQ サンアントニオとトリプル AQ エルパソチワワズでプレイし、2球団合計で26試合に先発登板して10勝5敗、防御率4.42、136奪三振を記録した。2015年4月5日にクレーグ・キンブレル、 メルビン・アップトン・ジュニアとのトレードで、キャメロン・メービン、カルロス・クエンティン、ジョーダン・パローベックと共にアトランタ・ブレイブスへ移籍した。移籍後は、参加のトリプル A 級、グーインネット・ブレイブスへ配属された。6月19日に、メジャー契約を結んで、アクティブ・ロースター入りした。同日のニューヨーク・メッツ戦にて先発で、メジャーデビューし、8回1失点で、初登板初勝利を挙げた。 同年はルーキーながら20試合でマウンドに上り、うち19試合で先発登板した。8勝8敗、防御率4.71という成績を残し、一定の結果を残した。2016年は年間通じて先発ローテーションに入ったが、総合では7勝13敗、防御率5.00という成績に終わった。2018年7月31日に、 アダム・デュバルトのトレードで、プレストン・タッカー、ルーカス・シムズと共にシンシナ・ティレッツへ移籍した。2019年3月28日に、ディエフェとなった。2019年4月1日に、ディオマー・ロペストのトレードで、パドレスへ移籍した。6月29日に、ディエフェとなった。2019年7月4日に、金銭トレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。 2019年10月29日にウェーバー工事を経てミネソタツインズへ移籍した。2020年オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年12月8日にサンフランシスコジャイアンツと115万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大50万ドルの出来高が含まれる。2021年6月9日に DFA となった。 2021年6月11日にマイケルプラスマイヤーとのトレードでタンパベイレイズへ移籍した90マイルパーアワー台前半のシンカーとスライダーが武器であるありがとうございます